はい、どうも、メロです。今回は、マイチーム動画、の方ですね、やっていきたいと思います。今年最後の動画になりますね、これはね。いやー、1年間よくやってきたな、本当に。まあなんかね、最後なんだが、今年最後なんだから、なんかそれっぽいことやれよと、まあ自分でも思うんだけどね。まあまあしょうがないっすよ。でこれ今何のモードやってるかわかります？これフリースタイルっていうモードがね、追加されたんですね。知らなかったんだよ。知らなかった。うん、ま、行きましょうか。はい、さてやりましょうか。まあ、今回もねドミネーションの方さっさと終わらせて、いろんなモード遊んでいきたいと思いますけどね、早めにドミネーション終わらせてね、やりたいですね。やりますか、ドミネーションね。レイカーズです。まあせっかく今年最後の動画なんでね、まあ勝利で、終わりたいなと思いますけど、お、いきなりか、思いますけどね。今オデンに入れたかったんだよな、ミスったな。オッケー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 。違うな違うな違うな。うわ、あ、そうか、コービーがいるのか。今年引退ね、するということでね。まあ知ったこっちゃないですけどね。まあこっちはね、ニューヨークのマディソンスクエアガーデンに関しては、コービーがね今年で引退するよって発表する前に終わったので、コービーが来るゲームね、レイカーズを迎えてのホーム戦は終わったので、なんかこうさ、コービー引退って言われてね、すごいなんかコービーコールがすごいらしいじゃない、いろんなところで。うん、なんか気に食わねえよな。偉大な選手だとは思うんだけどね、もちろん。まあいいんだけどね、別にね。よいしょー。まあせっかく大晦日なんで、あれですよね、もちろん負けたら取り直しですよね。いや基本ね、負けた動画はまあ当たり前ですけど上げたくないんですよ。ただまあ変にこう、うまいんでしょみたいな感じで来られても鬱陶しいので、まあたまに負けた動画とか上げてますけど、うん、たまにね、メロウさんって何でも知ってるんでしょみたいな感じで来る人がたまにいるから、そんなわけねえじゃん、そんなわけないよ。もう皆さんと変わらない一ユーザーですから、一プレイヤーですから、私はそこはもう変わんないっすよ、なんも。ちょ、もうめっちゃ空いてんだよな、そこな。相変わらずディフェンスが腐ってんな。先にじゃあ、あれ？あれ？マカドゥいないんですけど、今いたな今いたな今いたな。もうほんとこれ分かりづらい、何回やってもなれないわ、ほんとに。
ターナー。なんでターナーが4番になってんのかが分からん。本当になれないっすね。オッケーオッケー、オッケー、ターナー。ね、大晦日ということで、この動画見てる、まあこの動画見てる時にはもう新年明けてるのかもしれないですね。あのもう皆さんの側ではね、まあ、こっちではもちろん開けてないですよ。まあ、開けてないどころかっていう話にもなってくるんで、開けてないどころかだいぶ先に撮ってるけどね、これね。だからあの、年末年始の動画をもうため撮りしなきゃいけないから、かなりね、早めにスケジュールは組んでやってるんですよ。まあ前回かなのマイチーム動画の方で、あのスケジュールの話をちょっとしたじゃないですか。で、まあ基本はしないんだけどっていう話をねちょっとして、でもまああと5回って言ったからさ、言ったからにはこれやんなきゃダメですよね。えということでね、まあ早め早めに余裕を持って収録して、余裕を持って編集してるんですけど、まあ新年、来年ですね。来年の動画、一発目かな。一発目。まあ予定では一発目ですけど、まあ二発目、三発目、変わってくると思うんだけど、実はですね、スタッフの方が、一人増えまして、こちらの動画をですね、一緒に作ってるスタッフですね、が一人増えまして、うん。それがね、まあ、いずれ紹介できると思うんですけど、大変可愛い女の子が、大変可愛い女の子がね、スタッフに入りましたので、ターナーマジどうしたんだ？はえ！あ、入ったわ。入った。オッケーオッケー。なんでね、可愛い女の子の方をですね、まあ、今度ぜひ紹介したいなと思うんですけどね。だから編集スタッフも、まあ、基本はやっぱり私やりますけど、一人増えるので、やっぱりね、ダメですよ。むさ苦しい男、特に私みたいなね、心の性根が根元から腐ってるような人間の実況ばっかり聞いてるとね、皆さんのこの、ちょ、なんで外だろ今の、ちげえだろおい、バカかよ。てかね、バカとか言っちゃうからね。あ、来たよ、マカド来たよ。あ、来た。野人マカドね。勝手に野人って呼んでるけど。ちょ、中西に似てるなと思ったから。中西学ぶね。中西学ぶじゃねえか。それ入らん。惜しい。ターナー変えよう。ターナーが怖い、怪我が怖いので、うん、オデンも変えた方がいいのかな。待って、ちょ待って、ちょ待って、もう一回やらせて、もう一回やらせて。マカドゥーンとこにちょラブ入れて、でイグニスのところにマカドゥ入れる。で、ネルソンのところにグラントかな。オッケー。まあ、多少慣れたけど、あの交代の、右スティックで交代するんですよね、全部ね。まあ、ちょっと慣れたけど、結構しんどいっすよ。オッケー。イグニスね。知る人ぞ知るというか、知ってる人はまあ大好きでしょうね、この選手ね。ウォリアーズ戦見たんですけど、ん？ウォリアーズ戦じゃなかったか。
何？マジネルソン交代で。どうしようかね。やっぱラブかな、僕はね。いいよ、マカドいいよ。マカドちょっかい出していくスタイルいいよ。ほんと、ディフェンス頑張ろう、マジで。オッケーオッケー。ちょっとね、負けてる動画が最近上がりすぎてて、ちょっとね、舐められてる感があるので、なんなんだよ、マジでよ。ふざけんなよ、ほんとに。まあ、今作も引っかかるのはあるんですよね。ドリブルがその引っかかるっていう。いらねえんだよな、このシステム、マジで。ミスった。おお、入んのか。リチャードソンかな。だね、多分ね。超邪魔だな。マカドゥ頼むよ、マジで。まあ、コービー引退ですけどね。正直、なんだろうな。T-Mac 引退ほどの衝撃はないな。やっぱそれぐらい好きだったからね、マクレディは。違うわ。こういう話じゃないわ。あのね、大晦日だから、大晦日の話をした方がいいと思ったんだ。そう、だからこの動画見てるとき、今、だから皆さんどういう状況ですかねっていう疑問があるんだけどね。もうこのどういう状況で今この動画見てるのかなっていうのが、疑問であるよね。疑問ですよ、皆さん。この動画どういう状況で見てるのかっていう。なんかテレビも面白くねえなっつって見てんのか、まあそこら辺だと思うんだけどね。基本はそうでしょ。まあ布団の中で見るもよしですね。外出先でね、親の買い物に付き合わされてつまんねえなって中で見るのもよしですしね。どうしようかな。タナ戻そうかな。マカドゥ、マジで、ほんとセンター欲しいよな。いや、グラントでいいでしょう。グラントターナ、グラントアファロでちょっと様子見てみますか。ターナまだ入れないでおこうかな。ちょっとまだ様子を。まあ、ハーフタイムあるんで、ちょっと余裕あるかなっていう感じ、体力的にはなんですよね。オッケー。何？おいしょ、おい、いいじゃない。リチャードソンいいじゃない。ね、いいですよね。割と今回は、まあもちろん初見ですよ、これ。おで。もうマジ完璧でしょ、今のディフェンス。見ました？今、マニュアルですよ。おでんピックで、こっち行こうか。何？グラント、マジで頼む。グラントの戻り頼む、マジで。くっそ。まあ、あのさ、もうあそこファウルするんだったら、もう思いっきり潰せばいいんだよな、もうな。フレグラント取られないレベルで潰せばいいんだよ。もう手加減する必要なんかないんだよな。中途半端が一番ダメなんだよ。おいしょい。ギャビン・ラブ。いいですよ。健康であればもうケビン・ラブは問題ないですね。
コービーあそこ決めてくるか。でもコービーはもうしょうがないっていう部分はちょっとある。なんだ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 、どうこのトライアングル的な何。何頼む、よしよし。あーくっそくっそ、うぜえ。なんなんこれマジ、本当に引っかかるのやめてほしい。本当いいよ、フルコート来なくて。もうファウルだからマジ、お前さっきからめっちゃ当たってくるけどさ、なんなんすかねマジで。取ってくんないとダメですよ、それは。早めに。おで。またファウルか。もう大好きだな、ファウル、お前ら。よしよしよし。ターナー入れないとやっぱきついね、攻め手が。正直もうリチャードソン頑張ってくれればいいんだけど、なんでそこ空いてんすかね。グラント青ついてるわ。うわー、やばい、完全に停滞してるわ、これな。これな。なんで？なんで？え、今グラントじゃないの？いや、もう謎のターンオーバーが多すぎるな、本当に。いや、もう早くしろよ、もう入んないから、どうせ。何？だね、うーん、第2クォーターやばかったなマジで。それは入らんでしょう。よく打ったね今ね。いや、ちげえってマジで。いや、ブーイングは無駄ですよ。もうケビン・ラブさんですから入りますよ、これは全部。申し訳ないですけど。ターナー対コービーね、夢の一戦ね。いい、オッケーオッケー。まあ、あれ打たせちゃうっていうのが一番いいのかもしんない。いや、マジ何なんだよ、本当に本当に何なんだろうな。はい、残念。やったらやり返される、わかるか。これが世の中の節意じゃボケ。よし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 。アファルが今回結構頑張ってくれてる。ほんダメな時は本当にダメだからね、アファルね。はい、残念、ナイスパス。オッケー。いいよいいよ。ぶっちゃけネルソンでもグラントでも大した変わんねえな。今のもね、オデンに入れてるんですよ。まあ、結果オーライですけどね。ペイトン入れてみますか、ちょっと。消耗が激しい。
ラブ変え、ラブ、ラブ変えるか。辛いなー、もうマジ、ほんとベンチの層が薄すぎる。ガスロ早く欲しいね。3番はまあとりあえずターナーが来たんで、まあ応急処置的にはもう大丈夫なんですけど、やっぱこのビッグマンの不在、パワーフォワード1枚、センター1枚で、マカドゥ合わせて3枚で回さなきゃいけないっていう2つのポジションをねおかしいでしょ、どう考えてもOK。 こういう時に決めてくれるのはありがたいね、ペイトンね。まあ、こいつもダメな時ほんとダメだけどな。そんなんばっかか。やっぱ常に20点取ってこいなんて言わないから、ある程度コンスタントにこう点を取ったりできる人がいいよね。やっぱこう安定力っていうのが一番重要だと思う。ラブで行こうか。なかなか難しいな、あれな、ポストな。ラブならいけるかと思うんだけど。よしよし、ナイスチェック。よいしょ、いいんじゃないですか。このやっぱこのなんだろう、テンションのこのあれもあるんだろうな。ターナーがいるっていう、覚醒ターナーがいるっていうのも多分あるんだと思う。安心感的なところね。本当にそこら辺はマカドゥ違う、マカドゥ違う。めっちゃリバウンド入れてるし、ナイス、結果オーライだ。いいよいいよ。うん、でピックを仕掛けたい、ピックを仕掛けたい、そっち。こうなったらラブしかねえんだよな。なんかまあ、なんか望むところに出てないのがちょっと気になるな、パスがな、そっかいみたいな。はい、見てこの対人ディフェンス見て、オーラマカドゥ完全に塞ぎ込んでるわ、相手のディフェンスを。あ、オフェンスかミスマッチなんだよな、そこな。オッケーオッケーオッケー、ラブ休ませよう。さすがにラブやばいね、もうね。ラブのところマカドゥオデイにして、もうおかしいよな、もうこのローテーションおかしいよな、完全にな。どんだけ選手層薄いんだよっていう、まあ、グラントにしますか、シューティングガードはね。グラントまあタッパないですけど、まあ、彼はシューティングガード寄りでしょ、どっちかっていうとポイントガードっていうよりはね、ウエストブルック的なポイントガードですから彼は。ウエストブックもね、もともと大学時代はシューティングガードだったりしたからね。何？やっぱコービーなんだよな、困った時はな。はい、来た。完璧でしょ、今の。ちょっとやばかったけど。ターナー、え？あ、ターナーやばそうだったらリチャードソン入れようかな。今日いい感じだったし。これは多分ルーだよね。ああ入らんだろ、それは。どうなってる？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 一回見て、この対人ディフェンス。中空いてるよ。やべえ、見た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 。見た見たじゃねえ。なんか、わけわかんなくなってきた。
やらかしたー今の。オッケー。何？嘘でしょ？入ったじゃん今の。何？いや完璧だわ、もうマジディフェンスが完璧だわ今回。やっぱディフェンスだよ全ては。あーマジか、欲しい、あいたと思ったんだけどな今な。緑で打たせてあげればよかったな。入らん、それは入らん。何？緑チェックだったのに今。うん、まあまあ入らんよね。オッケー、残り、4か3でラブ戻します予定では。オッケー、完璧。まあやっぱオーデンを起点にするのが、まあ、一番いいのかもしれないね。あ、それ外すのか。もう負けたわ、お前ら。お前ら負けたわ、もう。もう入っちゃうから、これ、これ。こっち入っちゃうから、これ。お前ら、負けたわ、もう。おでん！くっそ。ラブ戻そう。ラブ。ちょ、間に合わなかったけど。あ、ちょちょちょ、どうした、どうしようかな。マジ？おで戻ってるよ、おで戻ってるよ、大丈夫だよ。いや、マカドゥはもう先に中入っちゃっていいんだよ。はい、見てください、この対人ディフェンス。やべ、やべって、もう俺のせいじゃねえよな。マカドゥマジ頼むぜ、本当にお前しかいないんだから。あれ、何で、入るんですね。ああら、やるか、俺とやるか、俺のターナーとやるのか。覚醒ターナーぞ。うえうえ、はい来た、はい来た。もう覚醒ターナーですよ、勝てるわけないでしょそんな。所詮ルーキーですよ。やっぱいいよなその攻めな、その攻めいいよなマジで。ハイポスト1本入れちゃってサイドに走らせるか、まあスライドボックスチェンジ、まあいろいろあるけど、マカドゥじゃ無理なんだよな。あそこラブなら打てるんだよね。惜しい、惜しいじゃねえよ、惜しいじゃねえよ、そんなシュート打ってんじゃねえよ。おい、おら、くそ、もう早急にラブ入れよう。オッケー、よしよしよし、ちょっと詰められてるからね、10点差まで。だからまずこうするでしょ、で、まあ、ラブに入れるよね。まあ、戻しもいいし。まあ、やばかったらさ、ほら、もうラブでいいんだよ。うん、やばかったらラブでいいんだ
で、ラブからターナーにキックアウトの展開も全然いいですし、ラブハイポストはやっぱ鉄板だな。おお、使いすぎたか、さすがに。リチャードソンがどこまでできるかだね。まあ、アファローを入れれば大丈夫かなっていう気もするんだな。結局マカドゥまた戻ってくんのかよみたいなね。またマカドゥ戻ってきちゃったよ。全然休んでないじゃん。そっちか。うわー、ちょっと10点差は危ないな。おれ見たか、これ。30秒休憩してきたからな。もう大丈夫だわ、マカドゥ大丈夫だわ。もうブラックだな。大丈夫よ。3、2、ケビン・ラブ、あー怖えな、そのパス怖えな。はい、来た。やべ、ちょっと遅い。危ねえ、危ない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 。もっと早めに出してあげたいけど、もう一回コマンド入力、コマンドパスじゃないとダメなんだよね。どこ飛んでいくか分かんないからね。もう何なんだよコービー、マジで。こいつおかしいんじゃねえの、マジで。まあ、初戦コービーか。初戦コービーじゃねえな。やべ。大丈夫、大丈夫、大丈夫。止める、ここで止める。危ねえ。コービーに火ついたらやばいわ。空いてるんだなぁ、ここが。なにラブタン、マジで頼むよ。ちょっと待って、ディフェンスどうした、急に。急にディフェンスどうした、マジで。行くぞ、行くぞ、こら。ファールじゃない、ファールじゃない。なんだ、おい。ロスコービーだろ、ロスコービーだろ。うおー、あ、ヒバートファールか。ジョン・クラクソン。お、なんだ急に、なんだ急に。ネルソンのフリースローはちょっと苦手なんだよな。まあ大丈夫か。危ね、あー外してる。ファールの方がいいな、どっちかっていうと。7点差かな、これで。まあアファロータナマカドゥでも大丈夫か。グラントの方がフリースローは得意。いや、ミスったな、なんか。危ない危ない。うい。なんかおかしかったね、今ね。マカドゥがコービーについてたもんね。ピックか？いや、いいな、合ってるな。マカドゥになってんだよな。大丈夫なのかこれ。はい、来たよ。やべ。はい、来たよ。はい、来たよ。よいしょ。いいね。
かっこいいね。こっちかこら。またか。そうそう何度もな、そう入んねえんだよ、コービーでも。惜しい、惜しい。はい。ということで、レイカーズ戦ですね、ドミネーション。初見クリアですね。これが普通だよね。今までちょっとおかしかったな。いや、でも覚醒ターナー様々ですわ、ほんとに。何回も言うけど。全然違う。いや、僕、ほんとガソルだね、やっぱね。早めにガソルを獲得したい。プレイヤーオブザゲームは？ラブ？ラブですね。ケビン・ラブ。お、ほら、700いってっから。700いってたら、まあ大丈夫だろう。基本ね。ガソル取る前に、ヒバーとか出てくれれば、まあ、つなぎとしても、控えとしても完璧だよね。ヒバーと、エンビードとかはいるの？まだレイカーズ。いるよね。絶対いるよね。まあ、ジャージ、契約4。いいね。契約4はありがたいな。だからそこ、やっぱビッグマンで、ヒバーと、まあ、ヒバーと出てくれれば、もう本当に万々歳だな。まあ、ブロンズの選手は出ないから、ゴールドの選手も出ないからね。となると、これ、シルバー。やっぱりシルバー。ヒバーと、そこら辺、まあ、バックコートの選手でもありがたいけど、ジョーダン・クラクソンとか出てくれればありがたい。お、ラッセル。あ、そう、いいですね。はい、そういうことで、まあ、ラッセル、まあヒバーとビッグマン取れなかったけど、まあただやっぱりその言ってもガソル取るので、予定ではそう考えると、まあまあ、控えは正直欲しかったけど、まあ優秀なビッグマンとの戦いはね、まだまだ、次のニューヨークニックス戦ではロペスがいますし、オクインとかいますしね。うん。だまあ、まだまだ大丈夫かな。ガソルの入手タイミングによるな。はい。じゃあ、こんなところです。2015年最後の動画になりますね。最近登録した人も、1年前から登録してくれてる人も、今年1年間皆様お疲れ様でございました。お疲れ様でした。はい。まあ、来年もね、まあ、1年記念の動画の中でも言いましたけれども、来年もま、いろいろね、ちょこちょこと新しいことやっていけたらなと思ってますので、皆様の参加の方、心からお待ちしておりますので、ぜひ、ぜひ、ふるって参加くださいますよう、お願いいたします。はい。来年もよろしくお願いいたします。今年1年お世話になりました。メロでした。